どうもガスパと申します。よろしくお願いします。バイオハザードアンベールドエディション再びなんですけれどもね、前回無事ラスボスを倒して、はい、じゃあ終了ですっていう感じでね、終わったんですけれども、後でプレイリストを見返してみて、なんと1の1がですね、著作権どうのこうのでちょっと指摘されてたんで、再びちょっと収録していこうかなと思います。で、1の1をね、あの2周目始めると、なんか装備品とかがそのまま引き継がれてスタートできるということで、まあそちらも一緒に見ていきましょうか。ストーリーモードをプレイしますと、で、まあ普通に始めたらエピソード1だよね。いけるか？コンティニュー。あ、ニューゲームプラスか。装備引き継いで最初から遊びます。え？前回の続きから再開します。これを押すとどうなるんだ？クリスたちを捜索すると。よし、行きましょうか。装備品が、おお！はいはいはい。あのまんまじゃん。マシンガンもあるし。うわ、すげえ。ラスボスの後だわ、もう。まあ、余裕だよ、じゃあ。うわ、懐かしいな。そう、ここだったわ。まあ、そもそもクリスとジェシカが行方不明というか、連絡が途絶えて94分が経った。つうことで、まあ、ジルとね、パーカーがこの船に乗り込むんですよ。南京錠かかってると。そうなんだよね。これで倒せると。ひどい匂いだ。放置されてずいぶん経つみたいね。ああ、はいはいはい。こんなだったね。うわ。最初怖かったな、マジで。本当に。っていうか、著作権がどうのこうのって。なんか最初の映像がダメみたいね。ってなわけで、今あるやつをもう消して、っていうか、これがもうアップロードされる頃には、無人の船内に不気味な気配が、まさしくゴーストシップだぜ。まあ、これがアップされる頃にはね、もう前の第1話はもう消えてると思うんで、おお、うわー、いたわー。そうだ、いたよね、こいつ。こいつでビビってたもん、最初の頃。あ、ここに行ったんだ。はい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 。さあ、こっちは。あ、びっくりしたー。もう急にバーンっていうのがもう無理だから、本当に。この根の変異、見たことない形をしている。いやもう本当だよ、お前半分クリーチャーになってるし、もう。なんでそっから出てくんねん、マジで。ここはいける？電源落ちてると、エレベーター使えなさそうね。使えなかったっけ、ここ。あれ、ここもいけねえな。いやー、このバイオハザードはね、ジルのこの格好がいいよね、相変わらず。あはは、はい、もう知ってます。もうバレてるんだよ。てかもうこんだけ武器ありゃもうなんともないよ、俺マジで。マシンガン持ってんのが、あ、ここここだね。あ、開きますね。あれ、やっぱりない。はい、ぬるゲー。ぬるゲーすぎる。びっくりしたー、もう。なんでそこショートしてるわ。おい、寝るな、もう。顔が潰されてる。あ、もうていうか武器が心強いからね。もう何着てもいいよ。手を貸せ、パーカー。ファック。I got something. 何かある。I think it's a gun. 銃。Now what? どうする？ Give me a sec. So, it's not Chris. クリスのじゃないよな。
かかってこい。じゃあもうお前マシンがあるから余裕すぎる。すげえ早く終わった。会話する前に終わった。あの船員たちを襲ったのも嫌な予感がする。どこなのクリス。ジェネシスマニュアル。はいはい、もう分かってますよ。漂流物を調査する。これね、ちょ、下ろして。あ、この服装もいいね、ジル。ほら、これひどいな。すっかり、乱敗ふさ、してる、腐ってるってことね。12解析源、一定量のデータが必要だ。付近の漂流物探してデータ集めてくれ。 OK。 はい、こういうことね。いや、もう余裕だよ、お前。体内に何か反応がある。体内に何か反応がある。こんなのあるか。あったっけ、こんなの。注意しろよ。やるわ、慣れっこだし。怖っ。I've got something. 何かある。What is this? これは？すべて人選的な品質なら証拠になるかも。こちらで調べていく。お二人さんは調査を続けてくれ。あ、もうここであれを手に入れてたんだ。はいはいはい、いいね、この服装のジル。すげえ気に入った。はい、ハンターマゲットていうか、このジェネシスで俺もうラスボスをサーチしたから余裕でしょ。あ、お、うくしゃ、お前動いたと。なら、え、もう大丈夫？関係ない？お前ら撃ち殺そう。あ、やろ、なろ、あ、くそ、全然当たんなかった。おお、びっくりした。お前なんか銅像かと思った。なら、聞かねえんかい。あれっすね、なんかストーリーは2004年にあの町テラグリジアが建設される予定だったんですけど、それを反対したやつらが、町中にウイルスをばらまいて、襲ったと。それして、テラグリジアパニックという名でね、ああやってなんかモニュメントとして残ってるらしいですね。はあ、これ返す。あ、できるね、これ。よし、 8%、 あと 15% か。どっかにあるはずなんだけども。オッケー、これで解析で 100% と。ひとまず私のところに来てくれ。オブライアンと合流する。オッケー、行きましょう。いやー、もうね、著作権のどうのこうの疑われちゃう。もうたまったまーじゃねえや。またこいつなんて言ってた。あ、じゃあもうせっかくだからサーチしよう。あ、できないな。じゃあ殺す。排除しろ、回せろ。僕口中。よし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 、もう歩いたけど弾丸詰め込むわ。てめえ、よし、だろだろだろ、くそ、これ、よっしゃ。はい、サーチ、ついでにサーチしようよ。もうスキャンコンプリート。よっしゃ、ようやく静かになったな。さすがだな、ジル、パーク。もうデータは十分だ、集合してくれ。オッケー、やっと終わったぜ。もう、And I bet it's no coincidence they came through the FPC's blockade.Well, we did all we can. すべきことを行った。あとは本部に戻り、データ解析の結果を待つとしよう。緊急連絡。Yeah, it's me. It's me. Huh? What? Yes, that's fine. I'll take it from here. We'll have to speed things up. Starting now.Good. Get to it. Jill, Parker, you two are still on the case. What happened? We lost contact with Chris and Jessica. When? How? We're not certain. I've sent. 2人を最後に確認した作業を君たちの端末に転送する。なるほど。
これで探しに行くのね。海上で通信リンクが切れている。2人ならベルトロ捜索で雪山では。この位置から判断しておそらく2人は船だな。私はこれから本部に戻り、捜索の指揮をさらに2人の行方を。イエス、サはい、じゃあとりあえずね、1の1を再び収録できたということで、まあ2週目なんでね、もう武器とかそういったものを全て引き継いでスタートできたので、もう初回の時に苦戦したあの雑魚敵、一番最初のやつ、あれをすんなり倒せたっつうことでね、まあ慣れたもんだよ私も。本当はこのバイオハザードアンベールドエディションを終えてから RE2 をやりたかったんですけどね、まあ RE2 の方を先にクリアしてしまったんで、まあそちらの方もねプレイリストあるんで、よかったら覗いてみてくださいよ。じゃあこれでアンベールドエディションの方、投稿を終わりにしますわ。最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら。